元部下たちの作戦が成功し、脱走へ一歩踏み出したマスタング。彼は部下からの通信を頼りに、フラクの牢獄を破る術を探すのだった。私にこれは似合わないだろ？作戦コードフェニックス、フェイズ2に移行する。やれやれ、一息つけるな。おい、脱走作戦かよ。俺だけ取り残すなよな。対話が筒抜けの状態で口に出しては作戦にならんだろ。総長、ヒュリー総長、切れてしまったな。外に出るってどうすんだ。まずはこの手をどうにかしなくては。それ例の情けねえ手紙じゃねえか。ちっけえな。この手紙に隠された高度な暗号を読み取れんのかね。鋼の錬金術師。どう見ても解消なしの言い訳だよ。心外だな。見ていたまえ、見ていたまえ鋼の。可燃性の液体を染み込ませてある。君の手枷くらいは破壊できるだろう。気をつけたまえ。あっち、あっち、のバカ大佐、やけどしたらどうすんだ。自由には代償が必要なのだよ鋼の。早く私も解放してくれ。け、鋼の、その服のどこかに道具が入っているはずだ。お、これか。これで炎が使えるな。そんなのいつの間に。今更だけどさ。なんだね。ここから逃げてどっか行く当てでもあんのか。脱走してまた捕まったら閉じ込められるだけじゃ済まねえだろ。まずは身を隠すところからだな。他国への亡命も視野に入れている。安全を確保しつつ力をつけて再起を図るといったところだ。再起する気かよ。しぶといやつだな。君も弟を掘ってこんな地の底で一生を終わる気はないだろう。足りねえだ。手枷は外れたんだ。さっさとこんな場所からおさらばしてやろうぜ。脱出ならここからだろうな。俺が錬金術で扉を作ろうか。いや、それでは警報装置が作動する可能性が高い。ダクトを通じて丸ごと焼き払えば。
離れたまえ、鋼の。俺が出口作った方が早かったんじゃねえか。ダクトを通じて警報装置を麻痺させた。君の錬金術ではできまい。わかったよ、優秀な大佐。けど、どうやって脱出すんだ？ここは地下なんだろう？うん。このトランシーバーに意味がありそうだが。ファルマン順位か。フェニックスの翼を解放し、炎の鳥は羽ばたきを始めた。脱出口は確保だ。了解した。びっくりさせんなよ。予定通りだ。ほんのちょっと見直したぜ。ゴールだ。フェニックス、地上にサイリンス。よくぞご無事で。ご苦労。大佐、早いとこ外へ。てめえ、さっきはやってくれやがったな。俺だよ、大将。やっぱブレだ、少尉か。すまねえことしたな。気絶してもらわなきゃ計画が進まなかったんだよ。話は後だ。見張りが来ないうちに脱出しましょう。さあ早いとこ逃げましょう、大佐。
もう逃げられんぞ。投降しろ。どうする鋼の。逃げ場がなければ。作るまで。早く待てる。邪魔だ。おい邪魔だ。長く戦火を交えていたアエルゴより平和の使者として訪れた切れ者の王子、アエルゴ王国王太子クラウディオ・リコ・アエルゴ。アメストリス国内を視察していた彼はエドラの脱獄に合わせるように中央へ帰還。大総統主催の晩餐会に招待された。平和をこの手に。逃げちゃったみたいだよ、鋼のおちびさんたち。思ったより早かったね。新聞社に流す情報は手配してある。これだけ足止めすれば十分だろう。閣下、クラウディオ殿下がご到着です。任せたよ。今宵の晩餐へのお招きに対し、王家の名と我が名とにおいて衷心より感謝を。堅苦しい挨拶はもう良いでしょう。滞在の間、このアメストリスを第二の故郷と思っていただきたい。ありがたい申し出だ。さあ席へ。さて、せっかくの機会だ。調印式に備えて和平条約の最終確認といたしましょう。条約の内容はすでに決定していたはずだ。単なる確認ですよ。歴史の分かれ目となる重要な条約、念を入れることに越したことはない。いかがなさった？私の服装が乱れていますかな？いや、そうではない。失礼した。緊張なさることはありませんぞ。ここには王子を歓迎する者しか呼んでおりませんからな。さて、早速だが一つ相談に乗っていただきたい。停戦後すぐにでも戦場より軍を撤収するお約束でしたが、このお祭り騒ぎで準備が整っておりませんでな。しばらくの間軍をそのままにしておきたいのですが、いかがかな？無論手出しはしません。お答えしよう。それはできない。もともとは調印後すぐ撤退を開始することになっていたはずだ。そこまで強硬に主張なさるとは。土壇場になっての変更は
民衆を不安にさせるからな。おっしゃる通り。この件についてはひとまずこちらが引きましょう。そういえば殿下が来られてからイシュバール系テロ組織が活発になっている様子。アエルゴが彼らを見捨てたという根も葉もない噂を信じているらしいな。その通り。全く困ったことです。そこで殿下にご提案です。ちょうどよく条約という場があることですし、イシュバールとの友好を目指すという言葉を入れてはいかがかな。では条約の前文に両国民の友好を願うと記そう。おお、イシュバールに限らず皆の友好を願うと。真の友好とは民族にとらわれぬ時にこそやってくると考えているものでな。なるほど、一理ある。そのように記しておきましょう。そういえば殿下、ご提案があるのですが、戦場となっていた国境付近は和平の後もぬけの殻になります。そのままでは危険です。アメストリス軍は治安維持部隊としてそこに入っておきましょうか。それは危険だな。ぜひアメストリス軍にお願いしたい。よろしい。いやはや、迅速なご判断に感心いたしましたぞ。条約の話は以上ですな。殿下のお考え実によくわかりましたぞ。私は自分の思いに正直に答えたまでだ。さあ、堅苦しい話は終わりです。アームストロング家の料理じっくり楽しまれるがよかろう。殿下はどのような料理がお好みですかな。エルゴには魚介と米を野菜と合わせて鉄の鍋で炊く家庭料理がある。子供の頃それが好きだった。もっとも成人してからはあまり食べる機会がないが。思い出の味というわけですな。そんなところだ。温かい家庭の味を好むとは、殿下はきっと民衆に慕われていることでしょう。しばらくの間国内を視察していただきましたが、特に印象に残ったところはありますかな。そうだな、どこも興味深かったが。
ユースウェル炭鉱まで足を伸ばした甲斐はあったな。ユースウェル？東の最果ての町で何もない場所ですが。だが町の人々に活気と笑顔があった。それも鋼の錬金術師が悪い軍人を追い払ったおかげだと口を揃えて言っていたぞ。彼は国家錬金術師には珍しく大衆の支持を受けているようですからな。我々としては軍部の統制がうまくいっていない証拠でもあり、面白くはない話ですが。ワインをもう少しいかがかな、殿下。あ、いただこう。そういえばオートメールコンテストの際、殿下が出した兵器はとても興味深いものでしたな。集体を晒すばかりで錬金術の前には歯が立たなかっただろう。何、あれは鋼の錬金術師が特別なのです。アエルゴの技術は皆あのように進んでいるものですかな。農業技術の研究よりも農業の発展の方が著しい。そういえば両国間が緊張する前はアエルゴからたくさんの農産物を輸入しておりましたな。野菜や果樹、それに小麦が豊富に取れるゆえ流通経路も発達している。国内ではいつでも新鮮なものが口に入るのはちょっとした長所になるだろうな。ではこの和平の後はアメストリスも輸入を再開しておいしい野菜を食べたいものです。ぜひそうしてくれ。おっと、もうこんな時間か。遅くまでお付き合いいただいたが、いやはやお見事です。その若さでこうも立派に外交を務められるとは。平和の使者として言うべきことを言ったまでのこと。今夜の会談は両国にとって有益なものとなるだろう。それは何より。殿下、車の用意ができました。今夜の招待に感謝する。明日からの日程も引き続き無事に終わることを祈ろう。お気をつけて。対錬金術師特化型習慣モデル、テスト失敗。被験者のマスタング大佐は見事に脱出を果たしたか。よくもまあ次から次へと都合のいい記事をでっち上げるものだ。炎の大佐は大総統らとは一線を画しているように感じられましたが。だがアメストリス人だ。どの道私には。なぜこの国にあれが。追いますか。予定に従え。しかし。行け。オーケーボス。殿下だ。次回はお待ちかね、ハガレンヒロイン3人娘による階段パジャマパーティーです。ある意味今回のメインストーリー。あ、でもリサさん、ハガレンのヒロインって私のことなんじゃない。却下します。状況から言って私がヒロインに。今回は私がヒロイン。おだまり。次回ハガレンの錬金術師フルメタルアルケミスト暁の王子第5話ベルの鳴る夜。優しくない。